ちは、みおとです。本日の吹奏楽動画はですね、作曲家の秘密をご紹介していきたいと思います。過去にも何回か作曲家の秘密についてご紹介してきたんですけれども、本日はメジャーな作曲家についてご紹介していきたいと思います。今日はベートーベンについてご紹介していきます。ベートーベン自体ね、なんか作曲家の代表みたいなところあるんで、秘密とかも、ね、知ってる人いるかと思うんですけれども、ぜひね、雑学程度にちょっとでも頭に入れていただければなと思います。まあ音楽家っていうこともあって、みんなが知っているようなメジャーな曲をね、たくさん作ってきたベートーベンさんなんですけど、その人物像っていうものもね、すざましいというか、なかなかね、見ていくと面白いんですね。いきなりなんですけど、ベートーベンのお父さんってニートだったらしいです。もうベートーベンの話じゃないんだけどさ、なんかベートーベンのおじいちゃんが宮廷歌手として大成功していまして、ベートーベンのパパがそのおじいちゃんにね、まあおじいちゃんって言うと自分のお父さんっていうんですか、おじいちゃんの稼ぎにあやかってニート状態だったみたいです。もうこんな親父は嫌ですね。で、そのおじいちゃんが亡くなってしまって焦ったお父ちゃんは、ベートーベンを天才の音楽家にしようとして養ってもらおうという目論みで、ベートーベンをスパルタ教育したみたいですね。どの立場でスパルタになってんだっていう感じなんですけど、そのスパルタ教育があってからか、まあベートーベンさんは教科書に載るぐらいの有名な方になったと。もう結果論でしかないけどね、これは。で、これは結構有名な話で、ベートーベンさんって独身だったんですね。独身だったんですけど、愛人がめちゃめちゃいたと。ただ浮気者とかっていうわけではなくて、一人一人女性を愛したっていう感じですね。っていうのもね、若い時は今でいうこうジャニーズみたいな感じのイケメンだったらしいです。音楽もできて顔も良くて、そりゃ女性にモテますわ。性格はともかくね、おそらく身だしなみとかこの格好とかっていうのもおしゃれだったと思うんですよ。で、その性格についてなんですけれども、なんかね、感受性豊かで、すごく物事に熱心しやすくて、ちょっとね、神経質みたいなんですよ。周りの人たちからすると、怒ると何をするかわからないっていうくらいの変わり者だったらしいです。まあ音楽家って変な人多いからね。そんなベートーベンさんもね、結構苦労をしていまして、20代後半で耳が聞こえづらくなっておりまして、30歳で難聴になると。これも結構有名な話だと思います。よくさ、耳が聞こえないとか目が見えないっていう方、そういう方々に限って音楽に関してすごい人たちたくさんいますよね。やっぱりベートーベンさんもこの頃はね、常に自殺のことを考えていたらしくて、だけどこの難聴になった時期にこう名曲がたくさん生まれたと言われているんですね。で、僕これ初めて知ったんですけど、メトロノームを初めて使った音楽家がベートーベンだと言われているんですよ。やっぱ耳が聞こえないから、指揮を振るにもすごい困っていたらしいんですね。だけどメトロノームと出会って、この針の動きですね、近くで曲の速さをね、理解できるようになって、メトロノームを使うようになったと。まあベートーベンさんからしたら、そのメトロノームっていうのは非常に大切な道具だったと思うんですね。で、曲についてもね、いくつか秘密があるんですけれども、まあ有名どころで言うと、月光、まあ正確にはピアノソナタ第14番ということで、第1楽章、第2楽章、第3楽章がある中の第1楽章ですね。ベートーベンさんが亡くなった後にですね、ドイツの音楽家の方が、ルツェルンコの波に揺らぐ小舟のようと称したことから、この名前が付けられたと言われております。曲を聴いたことがある方ならわかると思うんですけれども、第2楽章、第3楽章はその第1楽章の月光に比べて月光っぽさがないんですね。とまあこういう風に有名な音楽家のエピソードでもね、知らないことっていうのはたくさんあると思います。面白い話だったり、苦労した話とか、そういうのを聞いてね、なんかさらに音楽家のことを知りたくなるな、なんて思いましたね。今後ね、他の有名な作曲家さんなどご紹介できたらいいなと思います。まああくまでもね、これはネットの情報なので、諸説はあるんですけれども、冒頭にも言ったようにですね、一つ雑学と捉えて覚えておくのもいいんじゃないのかなと思っております。はい、ということで本日はベートーベンさんの秘密についてご紹介してまいりました。これからも僕と一緒に学んでいきましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。